ープを取った勢いでもう一回、6球か。ペーチャでこの手配、ドラを使うのはチーソーかドラそのものかを持ってくる必要があると。そして具形が多い。こんなポリシーのない目いっぱい。嘘を切るより親に泣かせちゃったのね。ローン切った方がいいかな。親にはローンが切れるのか。微妙だ。泣き返したの？何やってんだこいつは。初トライ1。綺麗な手ですね。そう、また微妙な手配。被害なく曲が進むことを祈るような手ばっかりか。微妙。4と1と考えるべきか。ちょっと一旦保留してみるか。そうですか。9がもうない。2枚切れてる。E1 も2枚切れた。チッピン2-1泣いて単位を。
た微妙な手ですね。三色単葉三色ドラ1、先行されなければいいけれど、リーチかけるほど待ちは良くない。単品ドラ1、また微妙な手だな。123を見るほどじゃないよね。一応トンだけ先切りして、123を次で見切る。うん、これでリハンピン、Eピンも落として、しっかりローソー先に引かねえかな。関数層待ちはリーチするかどうか。層が2枚切られた。関数層の方を選ぼうか。ただリーチはしてない、リーチはしない。ひょっこり積もるんだったらこれでもいい。
うわ、しかも入っていで入っている、バーカバーカ、77も取られて、これでうわー、こんなの、きつい。大きな履いて降りるか、降りないよな。これで白は一泣きはしない。これで1かける価値ある？でも安牌もない、安牌もないから行こう。引き負ける。うわ、たっけ、4,000、8,000、36,000円とか。でも親かぶりでラス目がダントツになったのね、厳しいな。ドラ3で十分。急走を泣かなきゃダメかも。白がないんだな。三ピンも急走ないって、三ピンもないってか。ドラ3ちゃんと
1番じゃないか、2番目にいいとこから出た。これでまだ2着になってないか。微妙にシャンテン数は高いけど別にって感じか。ピンフにもならなそう。なんから切っとくべきだったな。まあ、ただ何から切っとくべきだったな。ダメだ、ぼーっとしてる。プメが親でさらにでかいのがとか、4000オール、ザンクオール、さあ3万点の差があると。しかも手がバラバラ。バラバラの手からどうするか。ドラドラなっちゃったのか。チートイが あるよねって感じ。ワンがなくなった。何もなくなった。シーソーは比較的切りやすい。初から行くか。三蔵が切れたのか。
ここでこんなの上がられてラス目に転落ですか。結構必死になってラスから脱出しないといけないのね。普通は見るけど、ダブナンも一応見る。一通ダブナンを見ながら、一通ダブナンを見ながら、一通の方がペン三品はリーチするべきか。すぐ行くか。ペン三品は泣いた方がいいのか。マンズは切りやすいよな。リャンソは切りにくいよな。厳しいね。リアンスにくっつきもしないか。そしてペイもションパイ。そうね。あと一回、また最後に、テンパイチャンスを与えて死ぬパターンはやめてね。無難な。無難が来ることぐらいしか期待しできねえな。
シート意表すら狙ってて2個もここで被るの？なんだよ、ここで本当はテンパイだったか、チートイ。ああ、そう、3枚切れた。そうね、うん、ラス目は抜け出した。6球層スチースワン。ピンフドラ、スチーワンがだいぶ減ったと。1234、微妙、先に切っとくか。三蔵は分からんぞ。え、大丈夫だよね。数音が全部切れた。12000。そう。これ
れはきついぞ。まっすぐ。1500点を必死に上がりにいってんのに辛い。1500点必死に上がりにいってこれ。2900点になった。もっと高くなって一気に 5%? 2000あるか、うん、まだ2着ではない。3着で終わりかよ、結局。こんなに苦しんだのに。